2023花見チューリップフェアにお越しの皆様、こんにちは。プリンセスチューリップの浅部かな子です。島田芳乃です。ただいまより富山県警察音楽隊の皆様によります富山県警察音楽隊コンサートを開催いたします。毎年富山県警察音楽隊の皆様には素晴らしい演奏でこのフェアを盛り上げていただいております。富山県警察音楽隊は昭和33年に第13回国民体育大会が富山県で開催されたのを契機に設立され、今年で66年目を迎えました。隊員は主に白バイ、パトカーに乗務している警察官と警察事務職員で編成され、それぞれの業務をしながら演奏活動を続けておられます。富山駅での立山愛の風コンサートや交通安全、地域安全などの行事に出演し、県民の皆様との触れ合いを深めてこられました。今回演奏していただきます曲は皆様おなじみの曲ばかりだとお聞きしております。どうぞお楽しみください。それでは富山県警察音楽隊の皆様、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。富山県警察音楽隊です。本日はお集まりいただきありがとうございます。短い間ではございますが、私たちの演奏をどうぞお楽しみください。本日のコンサートの司会を務めます中林と申します。どうぞよろしくお願いいたします。まず最初にお送りする曲はジャパニーズグラフィティ刑事ドラマテーマ集をお送りいたします。1970年代から現在に至るまで、いつの時代も刑事ドラマは人気がありますよね。この曲は数あるテーマ曲の中でも定番となっている曲が抜粋されたメドレーです。太陽に吠えろのメインテーマ、西部警察パート2のテーマ、ワンダフルガイズ、以上2曲を情熱的に演奏します。曲中にあるサックスのソロにも注目しながらお楽しみください。指揮をいたしますのは当音楽隊富谷学長です。それではどうぞ。
位刑事ドラマテーマ集をお送りいたしました。数々の名シーンがよみがえってきたのではないでしょうか。次に演奏する曲はジャンボリーミッキーです。ジャンボリーミッキーは2019年から東京ディズニーランドとディズニーシーの両パークで開催されているキッズ向けエンターテインメントプログラムです。キッズ向けプログラムとなっていますが、老若男女問わずたくさんの人によって踊られていることでも有名です。このダンスを動画サイトや SNS、テレビなどで見かけたことがある方も多いのではないでしょうか。今回はカラーガード隊とフレッシュな音楽隊員で結成したスペシャルダンスチームが皆さんにダンスを披露いたします。真似しやすい振り付けなので皆さんもぜひ一緒に踊ってみてください。それでは行きましょう。せーの、皆さんこんにちは。砺波警察署地域交通課課長代理の八島です。日頃から砺波警察署の警察活動にご理解ご協力いただき誠にありがとうございます。私たち警察は日頃から皆さんと一体となって地域の安全を守っているわけですが、今日は皆さんの体感治安を
さらに高めていただく手段をご紹介させていただきます。普段から市民の皆様から安全や安心に関わる情報を得るためにはどうしたらよいのかといったご質問を多くいただきます。私たち富山県警察はインターネットホームページ、 Twitter、YouTube などで警察情報を配信しており、その中でも多くの方に登録いただいているのが安全情報ネットというメール配信サービスです。これは各地域に現れた不審者情報、オレオレ詐欺や還付金詐欺などの特殊詐欺情報、交通事故や交通規制に関する交通安全情報、クマ、イノシシなどが出没した時の危険動物情報などの身近な地域安全情報をいち早くメール配信しています。登録方法は簡単で、インターネットで富山県警察安全情報ネットと検索してもらい、説明に従って登録していただくもので、登録は数分で完了します。また各警察署がそれぞれメール配信しておりますので、登録の際に自分の住んでいる地域や職場、それぞれを管轄する警察署を選んでいただければ、皆さんの実情に合わせたメールが配信されます。例えば砺波警察署では、砺波チューリップ安全メールと題したメールで、砺波警察署管内で発生した不審者情報、特殊詐欺情報、交通安全情報、危険動物情報などをいち早くメール配信されますので、ご自身、ご家族の防犯活動に役立てていただければ幸いです。ぜひこの機会に安全情報ネットの登録をよろしくお願いいたします。それでは引き続き音楽隊による素敵な演奏をご覧いただき、今後とも富山県警察砺波警察署の活動にご理解ご協力をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。皆さん、ぜひ安全情報ネットにご登録をお願いいたします。それでは演奏に戻ります。次にお送りする曲は J ベスト令和春歌メドレーです。元号が令和に変わり、そろそろ5年が経とうとしていますね。令和に入ってからも様々なアーティストが多くの名曲を生み出しています。この曲では令和の人気アーティストの楽曲から、朗らかな春を連想させる曲、夜遊びの遥か、あいみょんの春の日、ヨルシカの春泥棒、この3曲をメドレーにしてお送りいたします。春を感じながらどうぞお楽しみください。それではどうぞ。
バックナンバーの I Love You です。この曲は今年3月まで放送されていた NHK 連続テレビ小説舞い上がれのために書き下ろされた曲です。舞い上がれは空とパイロットに憧れるヒロインが夢に向かって奮闘する姿を描いたドラマです。そのオープニング曲であるこの曲は奮闘するヒロインや周囲の人々を包み込むような穏やかで優しい曲で、聴く人を幸せな世界に包み込んでくれます。それではお聴きください。ここで交通安全に関するお願いがあります。今年の4月1日から道路交通法が改正され、全年齢で自転車に乗る際のヘルメットの着用が努力義務化されました。
実は2018年から2022年までの5年間に全国で自転車に乗っている時に交通事故で死亡された方のうち約 56% が頭部に致命傷を負っておられたということです。ヘルメットをかぶっていれば守れる命があります。自分の命を守るため、また家族や友人に悲しい思いをさせないためにも、自転車に乗る際はヘルメットの着用をお願いいたします。交通安全に関するお願いでした。ところで皆さん、あちらに止まっている車を見たことはありますか？ステージに向かって右手をご覧ください。あの車は移動交番車と言います。移動交番車はその名の通り、移動する交番として令和3年6月から活動を開始しました。美しい立山と富山県警察のシンボルマスコット立山くんが描かれた車で、県内各地を回りパトロールや児童の見守り活動、イベント会場での警戒活動を行っています。ということで、次にお送りする曲は広報ソング移動交番車です。移動交番車に親しみを持ってもらえるよう、優しく耳に残るメロディーとなっています。今回は当音楽隊牧野隊員の歌でお送りいたします。どうぞお楽しみください。周辺から来場者の皆様を見守ることになっています。移動交番車をお見かけの際には、またこの曲を思い出してください。皆さんと楽しんでまいりましたが、次が最後の曲となります。最後にお送りする曲は2022年 J-POP ベストヒッツスペシャルメドレーです。2022年にアニメ映画や TikTok などでヒットした曲の中から、新時代、ツバメ、ダンスホール、なんでもないよ、ペテルギウス、エジソン、ハビット、ミックスナッツをメドレーでお送りいたします。
耳にしたことがある曲がたくさん盛り込まれていますので、知っている曲があったらぜひリズムに乗ったり手拍子をしたりしてお楽しみください。曲の最後には私たち富山県警察から皆さんへのメッセージがあります。皆さんに届くよう心を込めて演奏します。それではどうぞ。Thank you.
もう一曲聴きたくないですか？リップちゃんとチューリくんも聴きたいですよね。聴きたいって言ってます。では音楽隊の皆様、アンコールお願いいたします。花見チューリップフェアをお楽しみください。ありがとうございました。